俺はただ君に自由に生きてほしいんだ。行きたいところに行ってやりたいことをしてほしい。お嬢さん、何をご覧になってるんです？しっ、お静かに。どうかしました？もしかして私のことをご存知ですか？なるほど、ご存知ないようですね。変にドキッとさせないでくださいよ。では自己紹介から始めましょうか。私は、
まあそう急がずに少しだけ考える時間をください。そうですね、まず今日のスイーツのご感想は？それからこちらのダージリンの渋み加減やお湯を継ぎ足すタイミングなどはいかがでしたか？今やそこら中に出会いや儲け話が転がっている時代ですからね。社長だからといって足を運ばない理由にはなりません。まあそう警戒なさらず、私はこの船一番の出資者としてあなたに素敵なレジャーをおすすめしに来ただけですから。今晩一等客室でパーティーが開かれるのはご存知ですか？話は早いですね。今宵のパーティーはパートナーの同伴が必須。そこで、お邪魔でしたか？それとも私が聞いた情報は全て嘘で、あなたにはすでにお相手が？心が痛むので思い出したくないのですが、今日はそれらの誘いを全て断ってここへ来たんです。すでに大勢のご婦人方を泣かせてしまい、ほらあそこにいる方々がこちらを見ているのもきっとそれが原因でしょう。行ってしまわれるのですか？パーティーの件は。もちろんあなたが誰かはちゃんと分かってますよ。トンプトン氏随一の名家に生まれ、お父上は有名な実業家であり、
お母様も地元の貴族と縁がある。またあなたは社交界に出たばかりで、この船に乗ったのも叔母上の家に身を寄せデビュタントに参加するため。女性をからかって楽しむだけなら、ここまで準備をしてこなくてもいいと思いません？今はこれくらいにしておきます。これ以上言ってもあなたの心に響くとは思えないので。はあ、やっぱり強引なのはダメか。どうしようかな。他人の手を煩わせるほどのことではありませんよ。それに今のは少しぼんやりしていただけです。あなたが私を警戒するのもわかります。しかもここは人目が多い。なので、後ほどまたお伺いします。Thank you.
もちろん、あなたが誰かはちゃんと分かってますよ。女性をからかって楽しむだけなら、ここまで準備をしてこなくてもいいと思いません？いらっしゃいますか？いえ、実はちょっとしたトラブルがありまして、あなたにしか頼めないことなんです。できればそのなるべく早く対応していただけると。もう足が。やっと開けてくれた。唐突にすみませんが、ぜひこれらを受け取ってください。おっと、このストールも。誠意を見せるためですよ。時間もなかったので、パッと見てわかる形で伝えに来たんです。すごくいい。言ってる意味わかりますよね。これが似合う人はあなたしかいません。麗しいお嬢さん、よく見てください。私はまだ廊下と部屋の境界を超えてませんよ。ただあなたがそれをお望みなら仕方ないですね。
あなたなら分かってくれると思いました。服はそこのデスクに置いていいですか？この船で？確かにそういった遊びは詳しくないですが、これだけははっきり言えます。公然と自分の秘密を暴露する人の目的は大抵2種類に分けられる。一つは自分ではない誰かを演じ、相手にその様を見せつけたいと思う時、もう一つは潜在的な共犯者として相手を引き込もうとしている時。目の前にいるお嬢さんはこのどちらのタイプですか？ねえ、その通り。未体験の遊びのチャンスが目の前にあるのに逃すわけにはいきませんからね。というわけで案内をお願いできますか？こっちです。私は逃げも隠れもしませんよ。それに女性の隣から突然消えるなど紳士の風上にも置けません。来な、ここは賭場だ。分かってるよ。あんたの代わりに俺がこの対局で勝ってやるからさ。そっちの取り分は3分の2。悪い話じゃないだろ。どうしよっかな。
肉を切らせて骨を断つという言葉をご存知ですか？兵の動きで相手を惑わし、最短最速で他の駒に全軍進行のチャンスを与える、いわゆるマーシャルギャンビットというものです。この戦術の考案者が試合で勝つことはなかったけど、そこからヒントを得るのは自由ですからね。ただの慣れですよ。向こうは悲しいほどに娯楽が少ない。だからお客様の要望でチェスの相手をすることも多いんです。おそらくは今晩も、考えただけでうんざりです。ビップルーム？ビップルームの予約を抑えているのは私の友人ですよ。行きたくないな。ダンスフロアであなたといられたらどれだけいいか。あなたも一緒に？そう簡単に行けばいいんですが、ビップルームにいる連中は全員が素性を把握し合っていて、みんな用心深いんです。あなたがそこで何も耳にしないという保証がない以上、我々の秘密が漏れる可能性がある。となれば、あなたにも秘密を一つ打ち明けてもらわないと割に合いませんよね。チェスと同じように、人付き合いもギブアンドテイクが基本です。他人には言えないような過去を喰らい、胸に秘めた欲望という酒に酔いしれる。私と同類になりたいのでしたら、あなたもここで誠意を見せるべきだと思いませんか？ええ、確かに。では私が先にお手本を見せましょう。私がなぜ三等客室でこれほど楽しそうにしているか、あなたはわかりますか？それは、私がもともとこちら側の人間だからです。噂ではなんと、幼少期にボーディングスクールに入れられたお坊ちゃまとでも呼ばれていましたか？子供時代は確かにそうでした。ですが父親が金融危機で破産し、私は家族と共に新大陸に渡るしかなかった。落ちぶれた人間の生きたいという欲がどれほど強いか、一等客室に乗っているような方々には想像も難しいでしょうね。路上で新聞を売っている子供をご覧になったことは？私も最初は彼らのようにお金を稼いでいました。もちろん新聞だけじゃなく、花やマッチ、スカートなんかも。法に触れない範囲なら、
生きていくために何でもやりました。もしかするとあなたとも会ったことがあるかもしれませんね。たった一人の親友と執念に助けられたんです。いつか絶対この賑やかで危険な世界で居場所を作り、思うがままに生きてみせるというね。知らない人からすれば物欲にまみれた金持ちのボンボンにしか見えないでしょうが、自分だけは今でも自分を理解してる。私が求めているものはあの時から変わらず、自由だけなのだと。こっち、俺の腕を掴んで絶対に緩めないで。ここでいいでしょう。では今度はあなたが秘密を話す番です。こんな状況でと思うでしょうが、人には二つの本能がある。故に私はあなたの答えを聞かないと気が済まない。一つ目の本能は嘘をつくこと。君の部屋に行った時からずっと違和感が拭えなかった。けど急にVIPルームの話を持ち出されてさすがにピンときたよ。君は本当にただの御令嬢なのか、それとも正体はペテン師で俺に接近を許したのも。もう痛いじゃん。君をダンスに誘いたかっただけなのに残念。そんな風に睨まないで。君は上流階級のレディーなんでしょ。安心して、捕まえはしない。俺はただ君をこの船から連れ出したいだけだから。
それでうまく変装したつもりなの？本物とは質感の違う宝石に粗悪な模倣品のドレス、リージェント街のテーラーが見たら怒りで卒倒するだろうね。まあ落ち着いて、反論したい気持ちもわかるけど、君が少しでもおかしなことを口にすれば俺は人を呼ぶことになる。そしたら最後、彼らはすぐに口実を設けて君の部屋に入り、荷物や証明書を丹念に調べ尽くすだろうね。かけてみる？君の爪の甘い子供騙しで俺の部下を欺けるかどうか。もう一度言うけど、捕まえるつもりはないから安心して。君が一等客室から離れてくれれば、俺は全てを見なかったことにする。仮に君がVIPルームに忍び込んで人脈を築こうが、重要な情報を盗み出そうが、俺の知ったことじゃないしね。ただ一度でも中に入ってしまえば、もう生きては出られないと思った方がいい。君は今罠にかかろうとしてるんだよ。他でもない、そこへ行けと命じた人物によってね。当ててあげようか。そいつはあれこれと手を尽くして君をとある令状に仕立て上げ、今回の任務が始まると同時に連絡を絶った。しかも君が闇雲に動くよう仕向けて、その様子を誰かに監視させてる。俺の推理が正しければ、君の乗船後の収穫もゼロ。だからこそバレる危険を冒してまで俺を部屋に入れた。違う？こういう可能性はない？最初から任務に意味はなく、ただ君を船に乗せておきたかっただけだったと。だからこそ絶対にこなせない任務を押し付け、大事なことに気づけないよう多くの障害を用意した。計画に穴があるのは確かだ。だがそれは外力でどうとでもなる。すぐ近くに別の手下を送っていたり、あるいは本人が直接VIPルームにいれば多少のアクシデントには対応できる。君を別人に仕立て上げるくらいだ。それっぽい理由を用意して侵入するのもわけないはず。なぜかって？それは俺たちには共通の敵がいるからだ。もうあまり時間がない。手短に話す。
俺の読み通りだとすれば、君に任務を与えた人間が俺の今晩の標的なんだ。つまり俺と君は同じ穴のムジナ。表向きは接待でビップルームに行くことになってるけど、実際の目的は標的の捕獲で、それを遂行させるには無関係の人間、例えば君のような人間を危険にさらす可能性がある。だからパーティーが始まる前にどうしても君を連れ出す必要があったんだ。たとえそれが口説き落とすという陳腐な手段になったとしてもね。証拠ね。それで言ったら君自身が証拠だよ。君の雇い主は部下を別人に仕立て上げ、各地に潜入させてきた。そして俺の標的も全く同じ動きをしている。とにかく今晩でこの茶番劇を終わらせる。奴に手を引かせようが、港の警察に突き出そうが、全ては俺次第で、君が決められることではない。もっと近い話で言うなら、俺がこの船にいる限り、君はビップルームにすら潜入できないよ。理解が早くて助かります、お嬢様。ひとまずあそこへついてきて。何を？今、何を見つけたの？そいつは厄介だね。
それで見返りには何を？君は到底ただ働きするようには見えないけど。二度と近づかない。なんていうか、俺たちは似た者同士みたいだね。君も束縛されるのが嫌なんだろ？だからこそ自由を求めた。分かったよ。なら、VIP ルームに入った後のリスクを全て受け入れる覚悟をするんだ。それができるなら、連れて行ってやる。おや、もうこんな時間ですか。皆さん、お元気で羨ましい限りです。まだ遊んで行かれる予定ですか。いえ、このゲームが終わったら帰ります。そうですか。では、私はこれで。泉さん、藤崎さん、お二人と仕事ができて本当に良かったです。特に泉さんには数ヶ月前に多額の投資までしていただいて。私をそんな無礼な男だと？さあ、行きましょう。申し訳ございません、皆さん。すぐに戻りますので、少々失礼いたします。このままドアまで行こう。もし万が一何かが起きて、俺が君を構うどころじゃなくなったら、自分で判断して行動するんだ。
あがいても無駄だ。まさかお前にこんなにも堂々と表に出てこれる度胸があったとはな、藤崎。どうかお静かに。騒ぎを大きくしないでください。見ての通りただの内輪揉めなので、友人と少し話をさせてください。いや、友人ではなく偽物でしたね。泉さん、一体どういうつもりですか？藤崎さんとは何度も取引をしてますが、問題なんて一度も起きてませんよ。なのに、どうして彼を偽物だと？欲に目がくらんだ人間は、商品から自分の身分まで何だって偽装する。私の目の前にいる彼は本物の藤崎ではなく、他人の名を語るペテン師です。まさか、そんな。皆さんは私が家業を再興させたという話をご存知でしょう？私は過去、困窮していた家族と共に新大陸に渡りました。そして数年前に故郷に戻った時、私はすでに家業の復興を諦めかけていましたが、運よく幼馴染の藤崎と再会したのです。あの時は素直に感動しました。十数年の時が過ぎていたにもかかわらず、彼は一目で私を思い出し、共に商売をしようと誘ってくれたんです。ですが、どうも話がうますぎると思いませんか？帰国のことは何一つ知らせていないのに、長年疎遠だった彼がどうして私とあの場で再会できたのか。もちろん人情に厚い彼が私の状況を知り、助けたい一心で家業の復興を手伝ってくれた可能性もあります。ですが、その可能性はすぐに否定されました。藤崎、お前オフィスエリスという名前に心当たりはあるか？私の会社です。それがどうかしましたか？先日調査の依頼をしたところ、彼が新旧の貴族間で取引網を構築し、企業機密を転売していることが判明しました。本来であれば貴族たちが彼のような人間を相手にすることはない。だからこそ泉家次男の親友兼ビジネスパートナーという肩書きを手に入れたかった。違うか？
そう興奮するなって。友人と話がしたいと言ったのはそっちだ。エリスは確かに俺が管理している。だがそんなうさんくさい事業などあるわけないだろう。皆さんも調べてみてください。社員は皆まともな仕事を、受付や秘書などの業務をまっとうにこなしているはずですよ。まともな仕事だと、よくそんなことが言えたな。各地で路頭に迷っている人間をかき集め、偽名を名乗らせた挙句奴隷のように働かせ、いざ用済みと見れば簡単に切り捨てる。不法滞在者であれば、仮に彼らが命を落とそうと事件にはならないからな。今、なんて？さあ、覚えてないが、言ったかもな。で、それがどうかしたか？誰が彼女と話していいと言った？は？話しかけてきたのは向こうだろ。なるほどな。俺から逃げるために今度は泉の操り人形になったのか。こいつはお前をたぶらかす時、自分の標的がビップルームにいる誰かまでは伝えなかった。だからこそお前は今になってショックを受けているだろ。俺の言葉が聞こえなかったのか。彼女と話すな。こいつの行動に関しても怪しいとは思わなかったのか。俺たちはビジネスパートナーだ。互いの資産も複雑に絡み合ってる。こいつがこれまで一切会社のことに気づかず、最近になって調査を始めたなんて、普通に考えたらおかしいだろ。もしやましいことがないなら、すべてをあんたに話していたはずだ。藤崎こそが、お前に他人の人生を歩ませた張本人だってな。銃を拾え！早く！拾いたきゃ拾いな。こいつが本当にお前を逃がす気があるのか、かけてみるといい。黙れ！二度とその口を開くな！こいつの話に耳を貸すな。俺の仲間がじきにやってくるから、銃をこっちに渡すんだ。もうすぐ何もかも肩がつく。余計なことは考えなくていい。
そんな風に睨まないで。君は上流階級のレディなんでしょ。安心して、捕まえはしない。俺はただ君をこの船から連れ出したいだけだから。二度と近づかないね。このままドアまで行こう。もし万が一何かが起きて、俺が君を構うどころじゃなくなったら、自分で判断して行動するんだ。それは…ずいぶんと打たれ弱いな、泉。結成して数時間足らずの同盟をどうして信じられる。その女は結局最後には俺のところに戻って。それで、泉についていけば自由になれると？確かにそうだ。それでいい。誰が呼んだんです？多分私かな。かなり前に頼んでたホワイトチョコケーキ、随分と時間がかかってたみたいだね。奇妙だよな、この部屋で正体を偽っていないのはたったの一人だけ。お前だよ、
泉。まさかだろ。俺から奪った銃も偽物で、お前を油断させるためのモデルガンだ。何？落ち着け。お前が俺を警戒してたのは知ってる。裏でこそこそ調べ回って俺との仕事を減らそうとしてたこともな。ったく、黙って海運業者に投資なんかしやがって。お前もこの船も目障りなんだよ。それと命令一つろくに守れないそこのお前だが、俺がお前をこの船に向かわせたのは、お前が死ぬところをこの目で見ておきたかったからだ。任務なんてのは鼻から存在しないし、ここで何が起ころうが一切痕跡は残らない。何せ運まで俺の味方をしてくれるらしい。しかも予想以上に早くな。この船には時限爆弾を仕掛けておいた。俺が仲たがいを狙う？バカらしい。全ては起爆までの時間を稼ぎ、手下を迎えに来させるための演技だ。泉は海の藻屑となり、ついでにそこの役立たずも処分できる。ほら、笑えよ。客室にいたら今頃燃えかすになっていたかもしれないんだぞ。泉、お前の遺産は俺がいただく。何せ俺たちは親友だからな。今から死にゆくお前らに代わって、今日から俺が本物の藤崎になってやるよ。落ち着いて、一緒に方法を考えるんだ。偽物？一体何の話？俺の目を見るんだ！ついさっき自分が言ったこと、もう忘れたの？自分の力で生きていく。誰かの助けや施しは受けない。そう決めたんでしょ。
聞きたくなくても聞くんだ。一度でいい、一度でいいから周りの音をちゃんと聞くんだ。よく聞くんだ。この爆発は今どっちの方角から聞こえてきてる？そうだ。で、もう一度藤崎が逃げていった方を思い出してみな。俺にも事情は読めないけど、本気でこの船を沈めるつもりならもうとっくに逃げ出してるはずだ。どれだけずる賢いペテン師だろうと、ミスする時はある。もしかするとこの矛盾は何かの暗示かもしれない。一人じゃ難しいことでも二人いればわからないでしょ。前にも言ったけど、俺たちはよく似てる。自由を求め、手段を選ばず、自分の居場所を作ろうと必死にもがいてきた。だから、もう一度俺と危険を冒してみない？前回は互いの仕事のために手を組んだけど、今回は違う。互いに生き抜くために協力するんだ。この言葉がトラウマになってるのは知ってる。もちろん、簡単に消えるものじゃないってことも。けど、それに一人で耐えないといけない理由なんてないはずだ。君がどれだけ辛い思いをしてきたとしても。これからは俺がそれを一緒に受け止める。君が怯えなくなるその時までね。急に何を。そういうのは俺に任せて。君のスカートが。俺が気づいて突き飛ばしてなかったら、今頃君の頭は大惨事だっただろうな。まあそれはさておき。
次は俺のロープをほどいてくれる？その話は脱出してからにしよう。ここは危険すぎる。分かったから、先に俺の話を。もし俺が君を手放したくないと言ったら、君は俺をここに置き去りにするか？もう大丈夫。君はよく頑張った。ありがとう。彼女が気づきました。坊ちゃん、こちらへ。よかった。ひとまず問題はなさそうだ。藤崎、少し席を外してくれ。よしよし、大丈夫。彼はあの藤崎じゃない。
藤崎は実在してる人間だ。俺の幼馴染で、今は仕事の手伝いをしてもらってる。ああ、君が最初に出会った藤崎は、俺の幼馴染を語る偽物だ。帰郷したばかりの頃、あいつは藤崎を名乗って現れた。俺たちが幼い頃に離別していたことを利用したんだろう。だが、俺が幼馴染の顔を忘れるわけがない。とはいえ、当時の俺はできるだけ早く家業を復興させたかったから、何も気づいてないふりをして、奴を利用することにしたんだ。もちろん、その間に本物の藤崎を探し出し、彼に正体を隠して行動するよう指示を出してね。そして少し前、偽の藤崎がクルーズ船で俺を殺そうとしていることを知り、奴の裏をかいて反撃に出ることにしたんだけど、船に乗った途端、俺はすぐに予想外の出来事に遭遇してしまった。それが君だ。偽の藤崎のターゲットは、当初俺一人のはずだった。けど、奴が他の手下を乗船させてることを知り、俺は状況を調べ直した。そして、君の行動をじっくり観察して、確信した。藤崎は、俺たち二人に狙いを定めていたんだ。俺を排除するついでに、君も始末してしまおうと。なのに君は意外にも船に残り、俺に協力して奴に対抗することを選んだ。あそこを見て。ピンピンしてるでしょ？君が聞いたあの音は、俺の仲間が仕掛けた偽の爆弾の音だよ。万が一、12時を過ぎても俺たちがVIPルームから出てこなかった場合、危険な状態にあるという判断で、仲間が起爆する手はずになっていたんだ。そうすれば、藤崎が自分の爆弾が爆発したと思い込んで、部屋から出ていく。もし一発目で偽物だと見破られても、二発三発と立て続けに起爆させれば、相手の足止めくらいにはなる。詐欺師は詐欺に遭うのを極端に嫌う。相手は必ず後になって、その爆弾を調べるだろうから、俺たちはその隙に逃げればいい。偽の藤崎が予想よりも早く運が味方をしたと言ってただろう。もう気づいてる通り、そんなものはない。ただ俺たち側の爆弾が先に起爆して、奴が翻弄されただけのこと。いや、それはないね。事前に水上警察にも根回ししておいたから、あいつがもし脱出していたとしても、今頃はきっと捕まってるはずだ。あの船で命を落とそうが、逃亡犯になろうが、どちらにせよあいつがこれ以上君を支配することはない。ようやく全部終わったんだ。君は自由だ。
どうした？どっか痛むのか？どうして今の名前を捨てる必要があるんだ？純粋に名前だけを見ても捨てたいと思うほど嫌か？秘書職にご応募くださり誠にありがとうございます。面接時間午後2時、場所ショージッチストリート10番。あの日はひどい雨で、俺の話はほとんど聞こえてなかったと思う。あ、すみません。もしかして、行くあてがないのか？どうしても身を寄せる場所が見つからないのなら、うちに来るといい。行きたいのなら、もしどうしても生き延びたいのなら、俺が挙げた名前で俺に会いに来い。君を一番最初に見つけたのは俺だ。だから偽の藤崎が君に嘘をついた時、俺は自分を抑えられなかった。船の上では時間がなかった。あの時互いの立場を考慮したら、行動を共にしようと君を説得するだけで精一杯だったんだ。それに俺の助け方は決して褒められたものではなかったから。あの会社は俺が設立したんだ。最初はただの貿易会社だったから、そこに君を配属すれば安全だと思ってた。けど君がエリスに入ってすぐに偽の藤崎が事業に介入してきて、強引に俺を会社から引き剥がし、それから情報の売買を始めたんだ。当時の俺にはまだ一人で全てを回せる力がなくて、力を蓄えながら耐えるしかなかった。涙ながらに誓ったよ。いつか必ずこの手で悪を葬り、罪なき人々を解放してみせるとね。だから今君を解放する。この件が済んだら二度と君には近づかない。そういう条件だったろ。もし俺がこの約束を破ったら、それこそ君の一番嫌いな詐欺師になってしまう。脱出用のボートを用意してあるから、
この後部下に近くの港まで送らせるよ。そして上陸したらすぐ、彼らが君の身分をどうにかして合法的な公民として暮らしていけるよう処理してくれるはずだ。このお嬢さんを頼む。俺は操舵室に戻る。今夜はいろんなことがありすぎて仕事が山積みだ。もし急用があったら直接声をかけに来てくれ。お嬢さん、いえ特に用というわけでは。ただ少しぼんやりとされていたので、何か問題でもあったのかと。もしかして坊ちゃんのことを考えておられたのですか？私は当事者ではないので大したアドバイスもできませんが、私の知る限り坊ちゃんは育った環境の影響で嘘をつくことが得意になっているようです。いえそうではありません。ただどんな嘘や偽装も完璧ではありません。周りをよく見ていればと気づくこともあるかと。あ、藤崎、後で覚えとけよ。質問って？わからないんだ。君と再会してからどんどん自分が分からなくなって、数時間前にVIPルームで君にガラス片を突きつけられた時、俺が何を考えていたか分かる？あんなにも危険な状況で二人とも死ぬかもしれないって時に、なぜか君にあげたドレスのことが頭に浮かんだんだ。覚えてる？あのスパンコールがたくさんついたキラキラの綺麗なドレス。ここで死んだら彼女のドレス姿を永遠に見られないだろう。君はあの時俺がどんな感情だったかわかる？後悔、哀れみ、それとも
やっぱそっち方面には考えられないか。確かに会ってまだ数時間なわけだし、こんなことを言われても遊び人のたわごとにしか聞こえないよな。もちろんそうしたいさ。けど、知らないよ。自分の心に正直になって自由を追い求めろって言ったのはそっちでしょ。この高さから見る景色もいいでしょ。今はまだ海しか見えないけど、すぐに港も見せてあげるから。本音を言っていいなら、もっと君と一緒にいたかったけどね。ああ、どんな嘘にも穴はある。君を解放するとは言ったけど、やっぱり自分を騙し切るのは難しかったみたいだ。何せ人間には二つの本能があるからな。一つ目はもちろん嘘をつくことで、二つ目はもうわかるよね。二つ目は愛することだ。あの時は君がかわいそうに見えたから、生きる選択肢を与えた。けど今はもう違う。俺はただ君に自由に生きてほしいんだ。行きたいところに行ってやりたいことをしてほしい。最近この国の教育機関が一新されて、女子生徒の募集も積極的に始まったらしいんだけど、受けてみる気はない？ごめんごめん、話を戻そう。最初に君と会った時、俺のところに来ないかなんて聞いちゃったけど、当時の俺にはまだ決まった住居がなくて、あんな曖昧な言い方をするしかなかったんだ。だからもう一度俺にあの時の出会いをやり直させてほしい。俺と一緒に家に帰ろう。君がどこへ行こうと、身分や立場が変わろうと、俺の知らない世界に飛び立とうと、俺は常に君の帰れる場所であり続けたいんだ。だから君の答えを聞かせてほしい。
来たね。大丈夫、船もまだだし、ここで一緒に待ってよ。ネクタイに気づいた？このネクタイのことをうまく隠しすぎて気づいてもらえないかと。実はこれ、俺のラッキーネクタイなんだ。初めてつけた日に君と出会って、次につけた時あのオズ号で君と再会できた。だからこれは特別なんだ。俺が君の自由と幸せをこれからもずっと守っていけるように。実はあの日、君に気づかれない速度で飛び込んで海から拾ってきたんだ。ただのつまらないゴシップ誌だよ。本人の前で読まないよね。どれどれ。吊り橋効果。オズ号から生き延びた泉圭、後日謎の女性を連れ歩く。はあ、みたいだね。俺があの事故以来別人みたいになって、新式取りで君と本屋デートしてるって。ほんと、実際は本屋に行く前の日の夜に済ませてあるってのにね。ああ、海辺に立つ白い草原にエメラルドグリーンの港。全然足りないね。次はいつ遊びに行く？ここ数日勉強漬けだし、少しは休んだら？そんなに試験が気になる？だって？学校は進めたよ。けどそれは俺の意見で、君がプレッシャーに感じることじゃない。この世界は広すぎる。時々猫みたいに安全な場所に隠れて誰かと休んでいたいと思うほどにね。その人が君であってほしいとこんなに思ったことはない。君が何を選ぼうとも俺は君の味方だ。